はい、ありがとうございます。先ほどまではジャイカ海外協力隊でセネガルで何されてたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、はい、ちょっとこれからは国際協力×メディアっていうところでどんなところで働かれてたのかっていうところと、はい、何をされてきたのかっていうところをお伺いしたいなと思ってまして、はい、どこで働かれてたかっていうところをお聞きしてもよろしいですか。はい、セネガルの専門家とかなりたいなと思ってたんですけど、はい、まあ右翼戦失敗して帰ってきて何やろうかな、たまたまその時に募集があったのが、うんうん、国際協力を専門としている出版社で、はい、株式会社国際開発ジャーナル社っていう専門メディアがあって、はいはいはい、そこの企画営業職が応募があったので、うん、そこに応募したら、前言ってた大学とかの先生もよく知ってたらしくてですね、はいはい、うまく折りがあったのか、はい、そこに入社をすることに。あ、そうなんですね、はい、実際にそこの会社っていうのはどういった雑誌を出版されてらっしゃるんですか。そうですね、有名なのはもうそのまま会社の社名になっている国際開発ジャーナルっていう月刊誌ですね。これはもう基本的に JICA さんですとか外務省がやってる、うん、いわゆる ODA っていう政府開発援助のことを専門的に報道してるっていう月刊誌があって、でもう一つがまあ、今日持ってきたんですけど、はいはいはい、国際協力キャリアガイドっていうその業界にじゃあどうやって飛び込めるのかみたいな、はい、これは年間で1回なんですけど、うん、この2つの媒体を出してる専門出版社になりますね。じゃあ実際その中で田中さんはこちらの国際協力キャリアガイドに携わられるって感じなんですかね。そうですね、まあ、ちっちゃい会社だったんで月刊誌の方もなんとなく入ってましたけど、これの編集長っていうのを3年間ですかね、はい、させていただいたっていう。そうなんですね、なるほど。ちょっと見てもいいですか、ね、はい、これ相当分厚いですけど、これ1年で出版できるもんなんですね。まあ、約1年ぐらいかけてですけど、まあ、取材から制作出版までは半年ぐらいですかね。今年のやつはそうですね、だいぶ力を入れて、はい、頑張ったなっていう。これ相当いろんな人のインタビューとか書いてあるんですけど、どれぐらいの人たちにアプローチしたんですか。150人とかじゃないですかね。はい、マジで本当に編集長の名前書いてある。そうですね、まあ、もちろん、はい、出てます。これ普通に売られてますんで大丈夫です嘘ではないです嘘ではない。これ実際めちゃくちゃ内容濃いイメージがあるんですけど、全ての方に対して田中さんがコネクションを持ってたわけではないですよね。まあ、もちろんそういうわけじゃないですね。会社として国際会ジャーナル社って今年で55年ぐらい、もう昔からずっとやってるので、はい、やっぱりそれは組織としての力だと思うので、そういうコネクションがあってやらせていただいて、はい、だから僕の力ではないです。決してそれは僕はそれに乗っかったってだけなんで、はい、そういった部分ではいろいろインタビューさせていただいたっていうのは本当にありがたい経験だなという。なるほどですね、ありがとうございます、はい、実際新しい方も来られるじゃないですか、うんうん、国際開発ジャーナル の会社として持ってなかった人たちをどんどん入れていかないと多分最新版になっていかないと思うんですけど。確かにそうですね。そういった人たちに対してダイレクトメッセージみたいな感じでアプローチするんですか。そうですね、多分それがほとんどかなっていう部分と、作る上でも作り手の独りよがりじゃダメだなと思っていて、はいはいはい、制作統括やらせてもらえるってとあたりから結構、うんうん、例えば学生団体に聞きに行ったりとか、はいはい、どんなこと知りたいのっていうのを、はい、やっぱ読み手のニーズっていうのを知らなきゃダメだなっていうので、結構いろんなイベント顔を出してたんですよ。面白い。自分が作りたいから作るっていうよりかは読み手としてどうなのかなって、はい、うんうん、無事に話して僕これ学生時代4年間ちゃんと買ってたんですよ。あ、そうなんですね。だから僕だからめちゃめちゃ愛読書だったんですよ前の動画とかでも話してたんですけど、国際協力やりたいと思っても新卒で道ないなって気づいた時に、うんうんうん、どうしようかなと思った時に、まあ、これを見ながら、うんうん、でもやってる人いるんだっていうので毎年1回のモチベーションアップグッズだったんで、へー、だからこそまあ思い入れが強かったのか、はいはい、そういう風に読み手にこう響かないと意味ないなと思ってて、だそれはそういう風にイベント出たりとか、はい、学生に聞きに行ったりとかしたりして直接お会いしてとかやってましたね、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。実際これ1年に1回制作するわけじゃないですか、はい、1年の集大成ですよね。まあそうですね、はい、これ完成した時ってどういう感情なんですか。息子みたいな感じですよ、ね、いや絶対そうですよね。そうですね、すげえよくできたなと。結局そこで満足しちゃうとダメなんで、これをじゃあ今度いかに届けるかっていうのを頑張んなきゃいけないなっていうのはやっぱりありますよね、うんうんうん、そっか、ただ作るだけじゃなくってそれをどう届けるか、そうですね、どこに届けるかっていうところもちゃんと考えないといけない。まあそうですね、結局自分で自己満足本で作ってたら全然効果を発揮しないので、はい、どうやってそういうニーズの人たちに届けるかなっていうのはまたそこからも始まったりとか、はい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 、ちょっと内容も聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、編集者としての立場として文章を書いて伝えていくわけじゃないですか、はい、うん、はい、そういった時に気をつけられてることってありますか。ちゃんと事実が伝わるようにするっていうか、読み手がすんなり読めるようにするっていうところで、あんまり曖昧な言葉を使わないようにしてるっていう部分と、取材相手の方の思いをどれだけここに盛り込めるかっていうのが大事、やっぱそこの感情が一番大事なんで、編集者って人の選定とその届ける中間者みたいなものなので、この熱量を紙に乗っけて同じぐらい渡せるかっていうところがすごく大事なんで、
ちゃくちゃ難しいですよね。いやめちゃめちゃ難しいです。これはもう永遠に答えないと思うんですよ。めちゃくちゃ難しい。ありがとうございます、うん、ちなみにそういった経験を踏まえて今後田中さんとしてどういうキャリアを歩もうとされてるのかっていうところもちょっとお聞きしたいんですけど、どうですかね、はい、僕としてはこういうメディアっていう側面支援みたいな場所がすごく性に合ってるなと思って、うんうんうん、最初やっぱ僕も現場行きたいなと思ったんですけど、今はその協力隊に行くまで就活が始まる時ですよね、うんうん、ここが一番悩んだんで、ここにないんですよ全然情報が、はいはい、ここの人たちに何か手助けできたらなと思って、うん、曲がりなりにもなんかキャリアコンサルタントっていう資格を取ってみたりとかして、はい、そういうのができたらなぐらいの今構想中です、はい、でももうキャリアコンサルタントできますもんね。まあ一応できます、キャリアコンサルタントはできます。ちょっとじゃあ概要欄に載せておくんで田中さんにぜひ聞きたい方がいれば、多分これ作った方なんでね、相当のキャリア知ってますよね。ルートだけは選択肢幅として、でも確かにそこで語れることもいっぱいあると思うんで、そうですね、そういったところはダイレクトメッセージ大募集なんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと国際協力かけるメディアっていうところでお話しいただいたんですけど、ちょっと最後にっていうところで3つお伺いしたいなと思ってまして、はい、田中さんもセネガルに行かれたりだとか、はい、ルワンダ行かれたりだとか、途上国とかいろんなところ行かれてたと思うんですけど、うん、途上国に行かれてたからこそ日本っていうのをどういうふうに見えてるのかなっていうのをちょっとまずお聞きしたいなと思ってまして、どうですかね。やっぱ俯瞰してみた時、日本っていうのはチャンスがめちゃめちゃあるなと思いました、うんうん、これは本当に思ってて、最初は自分も劣等感とか自己肯定感多分低かったのかなと勝手に思ってるんですけど、でもやっぱり俯瞰してみた時に、これは向こうに行った時に、セネガルに行った時に起業家さんがいたんですね。向こうで起業されてる方とか、向こうで仕事をしてる方、やっぱそういうのもあるんですよ。協力隊のいい点っていうのは、もう海外で仕事をしてる人との接点も増えるっていうのがあって、そういうのに言われた時に、日本はチャンスいっぱいあるよと、失敗したとしても生活保護とかそういうセキュリティネットワークがちゃんとできてるじゃないかと、決して見捨てないと、だから失敗しても怖くないと、チャレンジした方がいいよっていう。セネガルの人たちはやっぱり一回失敗してしまうと這い上がってくるのに、そんなそういうセーフティーネットとかないと、本当に大変なんだよと、はい、だったらやった方がいいんじゃないって言われた時に、ああそうだなと思って、確かに、だから今まではいい大学行っていい会社行ってとか、そういうのもなんか日本にずっといましたから、うん、やっぱそういう風潮を感じてる部分もあってましたけど、はい、あ日本でそうじゃないなと、うん、いっぱいチャンスあんだなっていうので、うん、それはやっぱり一回外出てみてすごくいいなと思ったところですかね、はい、なるほど、ありがとうございます、うん、ちょっともう一点別の視点から見たいなっていうのが、はい、田中さんって国際協力っていうのをどう捉えてますか。まあ今本当広がってるなと、そんなにハードル高いものとして感じてほしくないなとは思ってます、うんうんうん、そうですよね。国際協力って言葉だけ聞くとすごくハードル高いんじゃないかって最初思いますよね。そうそうそう、でも思った以上にそんな感じでもないんですかね。そうですね、もう本当に身近なことからでもいいと思うんです、うん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 、結局それがつながってる部分でもあるので、うん、例えばセネガルでいうとタコとか取れるんですけど、はいはいはい、タコってあの海のタコ、海のタコですね、はいはいはい、多分皆さんスーパー行くとモーリタニアさんっていうのが多分ほとんど並んでると思うんですけど、はい、そうなんだ。でセネガルのこれ上の国なんです、北にある、はいはいはい、だからあそこら辺のタコが結局そこ行って、はい、でそこの水産のやつとかは日本の支援がしたりとかするんですね、はい、じゃあもしタコがなくなっちゃうよってなったら、なんかしようってこうアクションをするじゃないですか、はいはいはい、そういうきっかけでもいいんですよね、うん、それでじゃあタコの守るために海洋物のゴミを減らそうとか、まあ、何でもいいんですよね。そういうきっかけでもいいと思うんですよね、うんうん、そういう身近なところから感じてもらって自分のアクションを変える、うんうん、ちょっとでも変える、もうそれも国際協力で僕は思ってるので、はいはい、いいかなと思ってます、まあ、必ずしも海外に行って活動することだけ国際協力だけではなくて、身近でできることもあるっていうこともありますもんね。そうですね、今日これ僕今日着てるこれシェリーココっていう僕のブランドじゃないですか、これベナンの協力隊の人が作ってる、はい、おしゃれ、協力隊 OG の方が作ってるブランド、はい、ですね、それもじゃあ概要欄に載せときますか。そうですね、載せていただければ。で僕はこれ全然お会いしたことはないんですけど、はいはい、一回メールで取材させてもらったことがあって、はい、それきっかけで素敵だなと思って買わせていただいたとか、こういうとこからでもいいと思うんですよ。だからそんなになんか現場行ってめっちゃなんか向こうの人とわちゃわちゃやるのが、はい、国際協力っていうだけじゃないよっていうのがいいですね。はい、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃ最後になんですけど、はい、まだ国際協力に携わってない人たちが、まあ、興味あるという人たちもいると思うんですけど、うん、そういう人たちにアドバイスするとしたら何アドバイスしますか。まず行動してほしいなっていうところをですね、一歩踏み出してほしい、怖がらずにですね、うん、結構皆さん優秀なんですよ。いや本当勉強されてるなと思って、うんうんうん、僕もそういう相談聞くんですけど、僕なんかより優秀なんですよ、学生さんも含め、うんうん、だって英語できないし、なんか営業経験しかないし、はい、教育のスペシャリストでも何でもないしみたいな、はい、物作れるわけでもねえしみたいな、うん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 、でもそういう勉強されて英語も TOEIC 990点ぐらいですみたいな、やばっ、ここもいる、今いっぱいいますよ今、はいはい、でもなんかこう分かんないんですよねってこう足踏みしちゃってるのもったいないなと。でもそこから開けてくると思うので、はい、本当モチベーション維持だと思うんですけど、うん、協力隊が一番いいなと思ってたところは、だからそこの仲間と出会うのが一番いいんですよ、うん、
そうですよね。何が一番いいかって年齢関係なくいろんな業種の方と会えますもんね。そうなんですよ。それもメリットですし、結構国際協力やってる人っているんですけど、全体的には、うん、身近にいるかって言われたらそんなに本当にいない。いないじゃないですか。いない。協力隊行ったら200人ぐらいいるんくらいなんか同期って言われる200人ぐらいが同じ、いろんなベクトルありますけど国際協力好きってさ、200人、お、こんないっぱいいんだみたいな、うんうん、それからやっぱりバッと開けてくるんで、はい、そこまでですよね。もがいてでもいいんで歩んでってもらいたいな、はいはい、とにかく行動してみるみたいな、うんうん、まあ、行動して分かることもいっぱいありますからね。あ、もうそんどんあります、あります、うん、ありがとうございます。ぜひあのご相談があれば田中さんにダイレクトメッセージ、はい、お願いしま す, しいします。はい、じゃあ今日は国際協力×メディアっていうところで田中さんにお話しいただいたんですけれども、本日の動画が面白いなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。じゃあ今日は田中さんに国際協力×メディアの話も含めてしていただきました。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。